さて、ではあの続きまして今日のメインといいますか、裁き裁かれる時ということで、まず裁き裁かれるというタイトルとは少し逆になりましたけれども、裁かれるということについて少し考えてみたいというふうに思います。おそらくほとんどの方は自分が事件で裁かれるなんていうことはないだろうというふうに思っているだろうと思いますし、もちろん裁かれたくない。 とということは皆さん思っているわけですねでなぜ自分たちは裁かれることはないだろうというふうに多くの方が思うのかその理由を少し考えてみますとスクリーンにもありますが私は決して犯罪を犯すことはないんだ自分の意思で犯すことはないんだというふうに、まあ、ほとんどの方はそう思っているだろうというふうに思いますあるいは私の行っている行為は犯罪ではないというふうに思っている かもしれませんそれとも少し似てるんですけども私の行っている行為というのは犯罪とは全く無関係なんだというふうに思っているそれから犯罪者だというふうに疑われることはないだろうというふうに思っているかもしれないわけですね。実際に裁かかれることはないのか とということをちょっと考えてみたいと思うんですけれども、あの皆さんはその犯罪を犯すであろうということを前提に話をしているわけではなくて、もし、かするとその犯罪を犯したとして疑われ、裁かれてしまうという立場に不幸にもなってしまうかもしれない、それは自分の,その意思とは無関係になるかもしれない,そういったことも、そういったことの可能性についても少し考えてもらいたい。 またそういった視点からこの刑事手続きあるいは事件というものを考えてもらいたいということで裁かれるときという内容を見ていきたいというふうに思いますで。多くの方は自分は裁かれることはないだろうというふうふに思っているかと思いますけれども果たして、裁かれないということを自分自身でコントロールできるんだろうかということですね。まず、自分は決して犯罪を犯さない。 といいう意思を持っているこれは自分で自分の行為行動というものをコントロールして犯罪とは関係のない関わらない行動を行うこれは普通の方はそういうふうに日々生活しているかと思いますけれどもこれは自分自身でコントロールできるだろうというふうに思いますだけれども自分自身の行為の意味や内容を完全には把握できない場合ということもある,あるわけですね 次のページを見てみますと私の行為は犯罪ではないあるいは私の行為は犯罪とは無関係だというふうに考えることもあるかもしれないしかしそういうふうな意識というのは実は自分の力だけではコントロールできないかもしれないんですよね最初の方を見てみますとそれが不注意あるいは思い込みあるいは知らなかったといったようなことで 自分自身の行為がもしかすると犯罪に該当するといったようなこともあるかもしれないわけですね。で具体的な例として最近もうずっと社会的な問題になっています振り込め詐欺というのがございますけれども例えば、バイト間隔で集金を手伝いましたなどういう具体的な内容何も聞いていないで実はそれが振り込め詐,詐欺のいわゆる受け子。 とといいうう立場だったということがあるかもしれませんで実はそれは窃盗罪という犯罪に該当する可能性があるわけですね。でこの点を示す記事がありまして、えー、今年の2月27日の朝日新聞を、えー、があったんですけれどもそこには昨年1年間に摘発された少年が この振込詐欺に関わった少年が過去最多の262人だったという振り込め詐欺に少年が関わる件数が非常に増えているという記事ですけれどもそこではバイト感覚で摘発されてしまった少年が非常に多かったということなんですね。でこのの、えー、少年があ、えー、っと振込詐欺の全体で21 人人にがが少年だったというデータがありますでしかも摘発された262人の少年のうち受け子が192人ほとんどですね192人がお金を受け取る受け子役だったでなぜそんなことをするのかということなんですけれども多くの少年は学校の先輩などに誘われてしまったということなんですけれども。その どうそういった先輩などが詳しく説明をしないで誘う、そうすると手軽な小,小遣い稼ぎだと思って本当にか軽いバイト感覚で引き受けてしまったというケースが非常に多かったようです。 これは皆様はそういった犯罪に関わることはないかもしれませんけれども、このようにして、あまり深く考えなかった少年などがバイト感覚で犯罪とは思わずに振り込め詐欺に関わってしまうという件数が非常に増えているということのようですね。これは自分の行為が犯罪ではない。まあ、深く考えずに犯罪ではないんじゃないかなと思ってお金を受け取りに行った。 普通のコンビニなどに比べると割のいいバイトだお金を受け取るだけで5000円1万円もらえるじゃあやってみようかということで軽い気持ちでやったら実は犯罪だったということがあるわけですねそれからこれも最近ニュースなどでもよく報道されますけれども犯罪に関わっているとは全く知らずに行動してしまったということで海外渡航などでの薬物運搬事件これは 裁判員裁判で無罪がたくさん出ているということで新聞などでも報道されてきましたけれどもその後、裁判一審で無罪になったものが高等裁判所になって逆転有罪になってしまったということでもまた多く報道されているものですでこのまさか自分がそういうふうに犯罪に関わるということはないだろうと。 いうふうに思うかもしれませんけれども、この海外渡航での薬物運搬事件には、2つの種類があるというふうに言われています、それが1つ目が、お土産などを預かったところ、実はそのお土産の中身が薬物だったというものですね、これはあの預かり物をしてしまった、預かり物をしたという場合です。 それから2つ目が旅行カバンこれを使ってくれというふうに旅行カバンを渡されたところ実は中に違法薬物が隠されていたこれは本人は全然知らないうちに運び人に,になっていたというケースです。お土産を預かったというののははこれはあの 裁判員裁判で最初に無罪が出た事件でもありましたけれどもチョコレートのお土産だというふうにして大きなチョコレートの缶を預かったところそのチョコレート缶の中に大量の薬物が入っていたということで事件になったものがありましたけれども一審ではこれは無罪になりましたそれれから旅行カバンを渡された。 あでそのお土産を預かるということはもしかしたらあるかもしれないですね、現地の知り合い、あるいは現地でたまたま知り合った人から、ちょっとこれあの、日本の知り合いに渡してくれというふうに頼まれるということはもしかしたらあるかもしれないですね、で何の疑いもなく預かって日本に帰ってきたら空港で、えー、開けてみると、薬物だったじゃないかということが、もしかしたらあるかもしれないですよね。それれれから2つ目のカバンを渡ささたたととここころ中に隠されていたこんなことは あるわけないじゃないかというふうに思うかもしれませんけれどもこれは実際に、えー、もう10年以上前ですけれども日本人がオーストラリアで、えー、こういう犯罪に巻き込まれてしまったメルボルン事件というのがあるんですねこれはあの、えー、日本人のある団体がオーストラリアに旅行したところカバンが盗まれてしまったでそこで現地のガイド役の人に じゃあこのカバンをスーツケースを使ってくださいというふうにスーツケースを渡されたんですよね。で何の疑いもなく盗まれたカバンの代わりに新しいスーツケースをガイドの人が提供してくれたということでそのスー,ース,で、ね、スーツケースを使って空港に行ったところオーストラリアで中,中に薬物が入っているということで摘発された。でしかもその事件では その日本人の団体の方々は事情を知って運び屋になったとして現地で裁判になりましてしかも有罪判決を受けで数年前に有罪の実刑判決を受けまして数年前、現地の刑務所を何年かそこで過ごした後日本に帰国されたというそういった事件もありました。 それからごく最近なんですけれどもイギリス人の研究者の方が何カ国かを回って日本にやってきたところ日本,の日本でその,その方が持っていたカバンを開けるとカバンの中から薬物が発見されたという事件もありました。でそそののののイギリス,イギリス人の学者の方はそのカバンを えー、自分が住んでいたところのメイドから渡されたで梱包もすべてそのメイドさんがやってくれたで自分は何の疑いもなくそのカバンをお、えー、旅行の間も持っていたところお日本に来て、えー、中に薬物が入っているということが発見されたというそういう事件があったわけですでこの事件ではあの一,審一審の裁判員裁判では無罪になったんですけれども 2審の高等裁判所では有罪の判決に逆転になってしまったというそういった事件もありました、まあ、その実際に有罪なのか無罪なのかということよりもむしろこのようにしてですね皆様もたまたま預かったあるいはカバンを紛失して現地の親切な人にこれを使ってくれというふうにカバンを渡された そうすると中に薬物が含まれていたということはないわけではないですね。このようにして自分は犯罪に関わっているということは全く分からずに帰ってきたところ実は薬物が入っていたとして犯罪に関わってしまうということがあるかもしれないわけですね。それからこのようにして自分自身の行為が犯罪に該当しているかもしれないんだということが実際にあるわけです。 それから3つ目に自分自身は犯罪者だというふうふに疑われることはないんじゃないかということですけれどもしかし、これが一番危険といいますか自分自身では全くコントロールできないことなんですね。犯罪者として疑われるということは一体どういうことかということを考えますと自分以外の第三者が自分を疑うということですよね。ということは自分自身で疑われるということをコントロールできない。 他人が自分を疑うわけですから、疑ってくれるなと言っても疑うのは他人ですから自分自身でそれをコントロールすることはできないわけですね。でそこに、まあ、いわゆる冤罪の危険自分自身は全く犯罪に関係していないのに他人から疑われてしまうということは自分では避けようがないでそ,うそ,うそういった事態に至ってしまうことで冤罪の危険性ということがあるわけですね。もしかししかたら、その普通に生活していると、 先ほど言ったような振り込め詐欺であるとか海外での薬物運搬には関わることはないかもしれませんけれども疑われてしまうということは可能性としては一番高いかもしれないです、ね、でこれまでさまざまな重大事件での冤罪事件というものがございます。 そこにいくつか書きましたけれども死刑再審4事件と言われるものが著名な事件としてありますそこに書きましたけれども免田事件、埼玉事件島田事件松山事件これらはいずれも死刑判決が確定した後に再審という裁判をやり直す手続きによって死刑が覆ったという事件です。 それからこれもごく最近報道されてますのでご存知の方もいるかと思いますけれども静岡で起きた袴田事件という事件がございましたこれも死刑判決を受けた事件ですけれども再審開始決定裁判をやり直すという決定が出されましたただこの事件は検察,官検察側が上級審に不服の申し立てをしてますので もしかすると再審開始決定がひっくり返ってしまうかもしれないというふうにも言われてますけれども今のところ順調にいけば5件目の死刑での再審事件再審無罪事件になるのではないかというふうに注目されているものですそれから袴田事件の隣に名張独武道守事件これももしかしたら名前聞いたことがあるかもしれませんけれども名古屋地方にある名張という 場所でワインを地域の集まりでワインをぶどう酒を振る舞ったところそのぶどう酒の中に農薬が含まれていて多くの人が亡くなったという事件ですけれどもこの事件も死刑判決を受けて何度も再審の請求をしていますが今のところ再審開始には至っていないという事件ですがこの事件も冤罪の可能性が高いのではないか。 としてて注目されている事件ですまあこのようにして死刑の確定判決を受けてえ冤罪であったあるいは冤罪ではないかとして疑われている事件もあるわけなんですけれどもその他にもこれも皆さんはご存知かと思いますがいわゆる足利事件これは DNA 鑑定がおかしかったということで無罪。 最新で無罪になったというそういったた事件がありましたそれからまあ,あの足利事件まではいわゆる殺人事件ということで殺人事件で自分たちが疑われるっていうことはちょっとないかなというふうにちょっとあまりにも事件が重大すぎて思われるかもしれませんけれどももう少し軽微な事件でも疑われる可能性っていうのはあるわけですね。 宇和島事件これは窃盗の事件なんですけれどもある男性が知人の女性宅から預金通帳を盗み出してで現金を引き出したとして逮捕・起訴された事件なんですけれどもこの事件で逮捕・起訴された男性は自分がやりましたというふうに自白したんですねところがその後真犯人が出てきたですから自白した本人は全く 全く無関係だっただこととが明白にななったという事件なんですねこの事件ではその男性が知人の被害,被害に遭った方と親しかったということで真っ先に疑われてしまったで警察の取り調べを受けて不幸にも自白をしてしまったというそういった事件でしたそれからその下の秘見事件ですけれどもこれはあの女性に対する強姦事件なんですがこの事件でも 逮捕・起訴されしかも有罪判決を受けて刑務所に入っていた男性がいたんですがその男性も自分がやりましたというふうに自白したんですねでその結果裁判になって本人も刑務所に行きましたところがこれもです、ね、刑務所から出た後真犯人が出てきたということでその逮捕・起訴され刑務所まで行ってしまった男性は全く事件と無関係だったということが明白になった という事件ですでこれもどういうわけか疑われてしまってで厳しい追及の結果やってもいないことをやっ,てしまっやったというふうに自白してしまったでその結果あ刑務所まで行ってしまったとっいうそういったあの非常に不幸な事件ですね、まあ、不,幸な不幸だというだけではまあ済まされないということでこの宇和島事件や氷見事件の後検察がちょっともう少しえー 適切な捜査等をすべきであるということで、その検察改革などにも結びついた。そういった事件だったわけです。それから、あの特定の事件名ではないですけれども、痴漢冤罪事件、これも、あの、えー。報道などでよく目にするものだと思われますけれども、この痴漢冤罪事件。 といういもももの,もあの一時期社会問題にもなったわけですよね全くその関わっていないのに痴漢であるというふうに疑われて、えー、痴漢の場合にはです、ね、その物的な証拠というものがありません被害者の供述ぐらいしか証拠はないわけですねで結局、本人は自分はやってないというふうにいくら言っても被害者の女性がその被,害被害にもあっていないのに、えー、被害者だというふうなことを言うわけないじゃないか。 という、まあ、漠然とした、えー、常識でしょうかその漠然とした格好付きの常識によって有罪判決が出てしまうというケースがあの多くあったわけですね。この場合にその男性が本当にやったかどうかということは誰にもわからないここではです、ね、その疑われた、疑ったということだけでその事件になってしまう。 でまた、疑われたということだけで有罪判決も受けてしまうというそういったケースの一例として考えることができるのではないかということですねこのようにして非常に重大な事件から比較的身近な事件まで冤罪、自分が何もやっていないのに疑われてえ罪に巻き込まれてしまうということは十分考えられるしそれは自分自身としてはコントロールできないんだということ。 が考えられるということですねでもし自分自身が疑われてしまったときにじゃあ犯罪の捜査刑事手続きの中でどういうふうに自分たちが関わりを持つのかということなんですけれどもそこで次に捜査の対象となってしまうときそこを考えてみたいと思います捜査の始まりですけれどもいろんな形で捜査というものが始まるんですけれども 職務質問という形で捜査が始まることがありますこの職務質問というのは警察官職務執行法という法律がありましてその法律に基づいて警察官は職務質問をすることが許されているということですですからあの何の根拠もなく質問しているわけではなくて一応このように法律に基づいて質問しているわけなんですねもしかしたら職務質問を受けたことのある人もいるかもしれません 私も高校時代に一度だけ職務質問を受けたことがありますけれども、えー、うちの学生なんかに聞きますと、しょっちゅう質問を受けてますよと、<laughs> なんで質問を受けるんだと思うんですけども、いや、分かりませんけども、しょっちゅう、昨日も受けましたというふうなことを言っている学生もいるんですけれども、実はこの職務質問なんですが、警察官職務執行法によると、いわゆる不審自由のあるものに対して質問をすることができる。<laughs> 職務質問を受けたということは自分は怪しいということなんですかということなんですけれども、まあ、おそらくそこまで怪しいかどうかということを考えずにもしかしたら質問しているかもしれませんがあ,あるいはあの多少の怪しいほんのわずかな怪しさだけで質問しているかもしれません、まあ、いずれにしましてもこ,ういうこのようにして法律に基づいて職務質問というのが開始されるで結構、職務質問を受ける人もいるわけですね。 その他には被害者による申告であるとか通報、こういった形で犯罪の捜査というものが始まるわけです。ちなみにですけどあのその職務質問なんですが警察は職務質問の訓練をやるんですよね。で訓練をやるだけではなくて実はあの大会みたいなものもあるみたいでして職,あの職務質問をしていかにそのまま交番までその人を連れてくるのかということを。えー 競うっていうのは変な言い方なんですけどもそういうことを訓練しうまく職務質問し発出交番まで連れていくにはどうしたらいいかというようなことを日々やっているわけなんですねですからその警察官の職務質問を受けた時に、えー、まあ,あの多くの方は素直に応じるんじゃないかというふうに思いますしあの急いでる時には応じたくないこともあるかもしれませんけれどもそうするとますます 交番に連れて行きたいいなとうううふうに思われれてししままかもしれませんよ、ねえーまあそのようにして捜査が始まるわけなんですけれどもその後、まあ、不幸にしてさらに身体の拘束ということにつながるかもしれませんで逮捕という言葉はあの皆さんご存知かと思いますけれども、えー、日本においては逮捕には3種類あります令状、逮捕状による逮捕それから緊急逮捕現行犯逮捕 おそらく逮捕状による逮捕と現行犯逮捕という言葉は聞いたことあるかと思いますけれども緊急逮捕というのはあままり聞いいたこことないかもしれませんねこの緊急逮捕というのは一定の重大な事件で犯罪の嫌疑が十分あるという場合にとりあえず逮捕状なしで逮捕してその後裁判、裁判官に逮捕状を請求するというそういった手続きを取る逮捕です。 であまり知られていないかもしれませんけれども全体の逮捕の中で割とこの緊急逮捕による逮捕の件数というのは多いんですよね。でこのようにして逮捕には3種類あるわけなんですけれども、えーそ,のたえっと、その次の表を見てみますとあのこれは捜査の流れですので後からちょっとまた見ておいてもらえればというふうに思います。 この表なんですけれども、これもちょっと見にくいんですが、真ん中に逮捕関係というのがあって、その真ん中の逮捕関係という表の右の方に身柄率というのがありますね。これはその実際に警察で 確認した犯罪のうちどれぐらいの割合で逮捕などされるのかという件数が書かれています、身柄率ですね。で、そこを見てみますと、一般刑法犯というのが、まあ、あの皆さんよくご存知の犯罪ということなんですけれども、一般刑法犯の身柄率32.1%、これ、平成24年ですね。ですから、事件で警察が確認した事件のうち、 実際に逮捕されるののは全体の32%なんですね報道なんか見てますと逮捕された逮捕されたっていうふうに毎日そういう報道を見てますので事件になって警察が関わるとみんな逮捕されてるんじゃないかっていうふうに錯覚する人ももしかしたらいるかもしれませんけれども実際に警察が確認した事件のうち逮捕する割合というのは32%ほどなんですね。 その事件の中身を見てみましても殺人事件でも37.7% 37. ですねただ実はこれは殺人,の殺人で警察が確認する前に別の事件ですでに逮捕されている場合というものも含まれてますので。 全く逮捕されていないわけではないんですが殺人という最も重大な事件でも37.7%という身柄率ということになっているわけですね。そのほかずっと個別の事件を見ていってもわかるかと思いますけれどももしかすると皆さんのイメージよりも逮捕される割合というのが少ないのかもしれないなというふうに思われます。 先ほどの、えっと、ページの戻り方、よくわかりませんので、お手元の、えー、っと8ページの捜査の対象になるときの一番下の方に、取り調べというのがあります。被疑者として、警察に疑われて、警察署で取り調べを受けるということがあるかもしれません。でそこでも、在宅での取り調べというのが、逮捕されずに取り調べを受ける。 ちょっと取り調べ話を聞きたいので警察署まで来てくれというふうに呼び出しを受けて取り調べを受けるというのは在宅での取り調べですそれから逮捕など身体を拘束しての取り調べですからこのようにして逮捕されての取り調べの場合と逮捕されずに取り調べを受ける場合という2つの場合があり得ると。 いずれにしましてもこのようにして警察に疑われた場合には逮捕されることがあるかもしれませんし取り調べを受けるということがあるかもしれないということになるわけですねでこの取り調べに関して最近、これもあの報道などで話題になってますので聞いたことがあるかもしれませんけれども取り調べの録音・録画をすべきであるでこれを法律として認めようというそういった動きが現在あります。 警察署での取り調べというのは警察官とそれから疑われた被疑者の2者だけでの取り調べということですね取り調べ室に入ったことある方はいないかもしれませんけれどもあの被害者として警察署で話を聞くときも取り調べ室のようなところであの話をすることがあるんですが私も学生の頃に交通事故の被害者でその取り調べ室でちょっと話をしたことなあるんですが非常に狭い部屋ですよね その時には警察官1人1対1で話をしたんですけれどもあのテレビをドラマランドを見ていると警察官2人以上いますよねで比較的狭い部屋に大柄の警察官2人いて自分は座っているそれだけで心細いですよねでそういった中で非常に強い言葉で責められる取り調べを受けるともしかしたら先ほどの冤罪事件で紹介したようにあのやってもいないのに実は といいうふうに言ってししまうかもしれないでそういったあ強い取り調べ不適切な取り調べを何とかやめさせようということで取り調べの中内容というものを明らかにすべきであるでそのために取り調べの過程を録音録画して不当な取り調べを防ごうというそういうことが現在議論されています。で実際にいくつかのの事件でそのようなあ取り調べ 録音・録画を行う取り調べというものも行われていますけれども、これを裁判員の対象事件で法制度化しようという、そういった動きが現在、行われているということです。で警察で 事件が処理されますと、今度は検察官の方に事件が送られるわけなんですけれども、そして検察官がその後裁判所に起訴するということになるんですが、この図はこれも小さくて見にくいんですけれども、起訴される人数や割合についてということです。お,めお手元の資料だと特にわかりにくいんですけれども、あの、スクリーンの左上、 グラフがありますけれども赤のグラフで40.7と書いてあるのがありますけれどもこれが全体の事件で起訴される割合ですですからその事件が検察官に送られて検察官が実際に裁判所に起訴するのは40.7%残りの60%は裁判所に起訴しないということなんですね。ここれももしかすするとと皆様はそのえ事件を起こすと ほとんどの場合、逮捕されて、ほとんどの事件は裁判所に起訴されるんじゃないかというふうなイメージを報道を見ているとそういったイメージを持たれるかもしれませんけれども、先ほども紹介ご紹介しましたが、実際の事件で逮捕される割合というのは決して多くはない、しまた、裁判所に起訴される割合というものも、全体の事件の4割ほどということですね。 残りの6割は裁判所に起訴されずに事件としては終了ということになるわけですねもちろん重大な事件では起訴される割合というのは特に高くなっているわけなんですけれども起訴され,るされない事件もたくさんありますのでそれをまあ平均化しますと全体の4割ほどが起訴されているということになっているわけです、まあ、手続きとしてはこのようにして あの不幸にも疑われて裁判所に起訴されてしまいそして有罪の判決を間違って受けてしまうという事件も実際にあるんだということを、まあ、あの考えてもらいたいなというふうに思いますけれどもではなぜそういった間違った冤罪というものが発生してしまうのかその原因をいくつか考えてみますとここに5つ6つほど挙げましたが。 警察の留置場で拘束をするちょっとこの辺あの説明すると非常に難しい長くなるんですけれども警察の留置場で疑われる被疑者を逮捕拘束するっていうのは当たり前だというふうに思われているかもしれませんけれどもその他には拘置所という場所もあるわけですね。 で日本では拘置所というところと警察の留置場に被疑者を拘束しますけれどもこの警察の留置場に被疑者を拘束するということが問題であるというふうになぜ問題なのかということを細かく説明する時間的余裕がなくなってきたんですがあのどれほど問題なのかというと世界的にこの代用ここ監獄というふうに書きましたけれども代用監獄を廃止しなさい。 とといいうこをを国連などから日本政府は勧告を受けていますですから世界的に代洋勧告というものが存在が批判されているということだけここでちょっとご指摘しておきたいというふうに思いますでそれからその原因として身体拘束中の取り調べここでは先ほども少し言いましたけれどもそのどのような取り調べが行われているのかわからない 録音録画のない中で取り調べを受けるということによってもしかしたら不当な取り調べが行われているかもしれないそういったことが原因の一つとして考えられるのではないかということですねでそのような不当な取り調べがあったとするとその結果嘘の自白誤った自白をしてしまうでその自白を裁判所が信じてしまうその結果冤罪が発生する。 というその構造が今までの冤罪事件で最ももポピュラーな冤罪のの構図という,ふうに指摘されてきたものですでまた最近では物的な証拠であるとか科学的証拠の誤り先ほどの足利事件のような DNA 鑑定という,もう最も信用できるのではないかというふうに我々が考えていたそういった証拠が実は誤りだったということも明らかになったわけですよね。 それから、痴漢冤罪事件などで見られるような被疑者の供述を軽視するどうせ言い逃れで嘘をついているんじゃないかというふうに思われてしまうかもしれないそのような被疑者の言い分を軽視するということも、えー、冤罪の原因として考えられるということですねそれから無罪推定の原則という言葉を聞いたことあるかもしれませんけれども これは裁判で有罪とされるまでは無罪のものとして扱われなければならないという原則なわけなんですけれどもこれが刑事裁判において最も重要な考え方というふうにされているわけなんですけれどもこういった考え方というものが決して十分浸透していないのではないかということもえー、冤罪の原因なのではないかというふうにされているものです。 で裁かれる立場の最後に冤罪を防止するにはじゃあどうすればいいのかということで先ほどの原因に対応することですけれども、えー、捜査段階において、まあ、弁護人による弁護士の援助というものを充実させるということそれから被疑者としての権利というものを十分に保証するということそして取り調べというものを適,正適切にする。 ということ可視化ということですけれども適切な取り調べ適正な取り調べを行わせるということそして、えー、無罪についての原則という刑事裁判の重要な考え方というものをもっと重視するということこういったことを、えー、十分に行うことによって冤罪を少しでも防止するということが可能になるのではないかということなわけですね。